チャオ、あっちゃんです。今日、大阪行くんでメイクします。はい、ね、今日はちょっと時間がね、ギリギリというか、まあまああと電車乗るまで1時間ないねよ、あと50分ぐらいしかないんだけど、十数分かかんのよ、駅まで。だから、30何分の電車乗らなあかんねん。だからメイクファーパーとしてしまいます。キャンメイクのビビークリーム、はい、ちょっと説明書の時間ないかもわからんが、適当にいきます。よいしょ。持ってないよな。ビビで隠れるかな。もうね、ニキビで赤くなったところが恥ずかしいのよ。ライトの粉短時間で動物がゴールであろう場所を見極めて仕掛けるという、仕掛けているという、悟られないようにバナナをしなくてはいけません。どうするためですか。パッと見たらどこに罠がしてくれるんですか。ちょっとだけね、動画で勉強した。粉をね、濡れたパフでちょっと広げて、で最後に取っておきのレシピは冒頭で紹介します。ブラシでさーって伸ばしていくの。説明ですね、紹介します。はい、目をね、一緒に。なんか暗いね。暗くなってるやん。でちょっとピンクで。
マルケンと言われるんですが、さあ何と言われているでしょうか。ポリケン、ポリケンみたいな。食べ物の続きをアマロリのメイクを見てたね、ネットで。やっぱこのピンク系に目の周りをやるのがやっぱいいみたいな。ちょっと赤ということで、臼杵市の山にある旅館を訪ねました。こう入れて指で軽くぼかしていって、でアイライン、アイライン、お、アイライン難しいね。アイライン、ね、リキッドでやってた。じゃリキッド使ったことないから、いきなり今日初めてです。失敗怖いから。もちろん暖かいのもあるのですが、それはともかく今回のことはドリンクです。これを味わうのか。好きの。じゃあ。はい、かっこいいとこ。こんな感じ。うん。で、まあいいやな。さらに言うと、ビタンさんです。で、よく温泉にコップが置いてあって、どうぞってところもありますが、ああいうイメージよりも、ずっと濃い味です。そして、前は前は作らないのがいいらしい。リーダーの子はね。で、あと、これでいいかな。チーク。チークは、ちょっと上の辺に。薄いピンク。入れて、ちょっと濃いピンク。地域の住民たちが営む運転場です。ビューラーで上げて待ち受け、ちらほら常連さんがやってきます。人まつげあんまりないね。ついちゃった。
ついちゃって、なんかいい感じにうちわでもなったけどと、口紅に、するよりも何でしょ、ピンクこんな感じで、大きなリボンはないのよ。カチューシャ割れちゃって。行ってこようかな。はい、こんな感じで行ってきます。はい、ちょっとアップでこんな感じです。はい。で、今日のコーデは。なっちゃんのお気に入りの赤のロリータです。はい、こんな感じ。では行ってきまーす。今日のあっちゃんのメイク良かったよと思ってくれたら高評価を、で応援コメント、チャンネル登録してみてくれたら嬉しいです。ではまたね。バイバイ。